はい、おはようございます、ラスカルでございます。本日はですね、行一郎さんというチャレンジメニューがですね2つもあるお店に訪れております。こちらのお店はいわゆる道の駅にあるお店なんですけれども、名前の通り餃子のお店なんです。ただラーメン等も提供しておりまして、今回はですねこちらの行一郎さんで行っているラーメン、そして餃子定食2つのチャレンジメニューをですね連続チャレンジしていきたいと思います。おかしな企画だね。まあといっても今回のチャレンジメニュー、ラーメンが 1.6 キロで、定食の方が2キロ、合わせてでも 3.6 キロぐらいしかないので、これは連続チャレンジをするしかないなと。でこちらのねチャレンジメニューはどちらも制限時間が20分ずつなんですけれども、2個合わせて今回はね20分でやっていこうと思っております。もうすでにめちゃくちゃ美味しそうな餃子の香りがね漂っておりますので、楽しんでいきたいと思います。すいません、ということでメニューが到着しましたのでですね、早速チャレンジ挑んでいこうと思います。じゃあお願いしてもいいですか。はい、はい、よーい、スタート。いただきます。ありがとうございます。いただきます。よいしょ。今回まずね挑戦していくのが、これ餃子定食の方ですね。ただ2品あるんで10分以内に食い切んないとやばいと思う。うん、うん、まっ、うん、うめー、ご褒美だ、完全にご褒美。こちらのね行一郎さんのこの餃子はこれね、三島市の豚肉かなをしっかり使ったやつらしいので、まあ、地産地消で美味しい餃子らしいんで、ぜひね皆さんも食べてみてください。うまっ、うん、うまっ、ちょっとね今回味変にこれ味噌だれ、これいただきましたんで、これにもつけていこうかなと。うん、絶対ご飯合うでしょ。あ、うん、合う。うん、うん、あの味噌のコクも効いてるし、ちょっとね酸味がかったタレでうまい。うん、スープか、スープ熱そう、熱、めちゃくちゃ熱いわこれ。染みる、体に染みる。うん、熱い。このメニューだけでも餃子50個あるからね。やば。ご飯はただいま完食でございますね。残すは餃子とスープのみということで。うん、
うん、うん、チャレンジメニューはあとスープだけでございますね。あとはこれチャレンジではないんだけど、付け合わせでいただいたので卵もいただいて、ごちそうさまでした。ということで、ただいまですね、こんな感じの結果でございますね。これが自分で、これがお店さんなんで、ちょっとタイムラグがあるんですけれども、僕の方では残りね11分23秒ございます。そしたらこのままですね、ラーメンの方のチャレンジも連続で行っていきましょう。頭おかしいねはい、ということでですね、ただいま2品目のチャレンジメニューが到着いたしました。僕のね、手持ちの残り時間は11分23秒ですので、これをね、超えないように頑張っていきたいと思います。しまったか、掛け声いただいてもよろしいですか。はい、はい、よろしいです。はい、それでは、用意スタート。はい、いただきます。頑張ってください。ありがとうございます。いただきます。いや、いただきます。いや、こっちもね、ラーメンだけじゃなくて、あの餃子がね、30個になってますから。わかい、ここもあこがやばいわ。焼き餃子の倍熱い。やっぱりね、同時に、本当に同時にね、チャレンジするのであれば、片方とかは後半冷めてくるからいいんだけど、今回こっちやってあっちやってって感じだから、毎回出来たてでどっちもね、死ぬほど熱いね。でも美味しいな。はい、そろそろ麺行こうか。ラーメンなんで、うわ、これ細麺でめちゃくちゃ詰まってるわ。じゃあね、麺も4玉入ってるらしいです。熱そう。ちょっとこれマジでやばいな。皆さんもね、これチャレンジする場合はマジで火傷だけは気をつけてください。ベースは多分魚介系の出汁かな。そこにこの餃子の肉汁が染み出てくるんで、この味のコラボっていうのかな、うまいっすね。また細麺がいいな。おっと、ちょっと熱すぎて水取りながらやるわ。やけど怖いんでね。
ちょっとごめんなさい、本当に熱いので、ちょこれスープを飲むときに具材が残ってしまってるとやけども気になったりするから、ちょっとごめんだけど、今回に関してはこの餃子ね、取り分けさせてもらうわ。マグロ登場で、私たちの新作のがお届けしました。ごめんね、マグロリップはね、私たちの新作のスープでいただいてあります。本日のおすすめはおまかせ地魚丼。おまかせ地魚丼、見えるかなこの湯気、すごいよね。ひとまず器は完食しましたので、あと取り分けた餃子でございますね。残り2分、やばいね。もうこれが最後ですね。はい、うわ、なんとかクリアした。あぶねー。ということで、今回のダブルチャレンジ24秒残してギリ完食させていただきました。正直に言うとお腹は全然余裕、まあ、今回ですね多分水も4杯ぐらい飲んでたのかな、なので、まあ、4キロは超えてると思うんですけれども、まあ、4キロぐらいだったらまだね僕のキャパでも全然余裕はある。ただね2品とも出来たてでございますし、めちゃくちゃ熱いのでそれが難敵でございましたね。ただもう味に関しては抜群の一言、ちょっとね今回はチャレンジだったけど、先ほどもねお話しした通り、ここ道の駅なんでお土産を見つつね、この餃子お昼ご飯に食べて帰ったら最高にいい旅行ができるかなと思いました。ぜひね皆様もこちらの餃一郎さんでこの餃子やラーメンで、もちろん店内飲食できるんだけどテイクアウトとかも販売しておりまして、冷凍餃子とかね、お近くでも近くじゃない方でも三島の方に来た際にはぜひねイートインで、まあ、この出来立てを食べたりとか、お土産でね冷凍餃子を買って自宅でも楽しんでください。いやーうまかった。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルの方でもゲーム実況を飛んでね活動しておりますので、そちらは概要欄の方からチャンネルに飛んでみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。